はい、今回の動画は100%積み上げ棒グラフを作成する方法を解説をします。 で100積み上げ棒グラフというのは、ですね、まあ、各項目のこの全体の量を、ね、100%として、まあ、それぞれのデータの構成比をですねこう積み重ねてねこう表示するグラフになります。でまあ、グラフの性質としては、ねまあ、円グラフに近いようなグラフではあるんですけども、まあ、円グラフと違って、ですねこのデータの項目がこうたくさん、複数あっても一つの、ね、このグラフにまとめられるものになるんで、まあ、非常に使い勝手のいいグラフになりますんでね、ね、まあ、今回の動画ではその作り方を解説をします。 それでは今回ね、この売上販売台数っていうね、こちらの表をもとに、この積み上げ棒グラフ、100%積み上げ棒グラフを作ってみたいと思いますんで、えー、まずは表を選択をして、えー、挿入タブをクリックします、はいで。次にこのグラフグループの中にあるこのボタンのところですね、このマウスを持っていくと縦棒横棒グラフの挿入というのがありますんで、こちらをクリックします。はい、で、今回この中のこの 2D 横棒のこちらですね、この100%積み上げ横棒というのを作ってみたいと思いますんで、こちらをクリックします。 そうしたらね、まあ、これでまあ簡単にまずはねこの100%積み上げ横棒ができてですね ま、あのグラフをね、簡単にちょっと説明すると、まあ、それぞれの項目があってですね、あと4、5、6の売上げをですね、100%で表示して、そのね、まあ、4、5、6、まあ、例えばデジタルカメラだったら4月のね、売上げの割合と、5月と6月という形で、まあ、今これで見ると6月の売り上げが大きいのかなっていうのがね、こう見た目でわかると思うんですけども、こういったのをね、表現するグラフになります。で、あとですね、まあ、これでもね、あのグラフの方が出来上がるんですけど、もう少しね、こう見、ま、見た目をね、良くしてきたりだとか、見やすくするためにですね、まずはですね、これ以前横棒の ね、このグラフを作ったときも解説をしたんですけども、このどうしてもです、ね、横棒のグラフはです、ね、この元の表、元の表が、ね、これ見てもらうと上から、まあ、デスクトップ、パソコン、ノート、タブレットってなってるんですけど、これが、ね、反転してしまいますんで、まあ、これを、ね、この表に合わせたいよって言った場合はです、ね、こちらの、ね、項目のところ、軸の、ね、項目を選択をしてもらって、こちらのグラフツールの書式タブですね、こちらをクリックします。 で次に、この選択対象の書式設定というところですね。こちらをクリックしてもらうと、まあ、右側にこの書式設定が出てきますんで、ここの横軸との交点というところ、ここをね、最大項目のところチェックをつけてもらって、 この軸を反転するというところにもチェックをつけます。はい、そうすると、これ今見てもらって分かるようにですね、こちらのね、元、大元の表とこの同じ順番にこれが変わったということですね。はい、であとはですね、このグラフの中にデータラベルをね、こうね、表示させると、またグラフが見やすくなると思いますんで、まあ、データラベルの表示はまグラフを選択してもらった状態で、え今度はデザインターブの方ですね、こちらをクリックします。で、次にこのグラフ要素を追加というところ、こちらをクリックしてもらって、データラベルのところにマウスを持っていって、 でまあ、この、ねえー、データラベルオプションを、ね、ちょっと開いてみましょうかね。はい、そうすると右側に、ね、このデータラベルの書式設定が出てきますんで、まあ、すでにこれ今値が、ね、入ってますんで、えー、あと系列を入れてみましょうかね。なんで今これ4月のところが、ね、これ選択されているんで、ここで系列を入れます。はい、そうするとこの今4月というこの、ね、ラベルとこの、ねえー、販売台数ですかねこれが入りましたとなので同じく5月を選択して、系列を入れて、まあ、6月を選択して系列名を入れると。はい まあ、こうするとですね、まあ、4月のね、この販売台数、5月の販売台数、6月の販売台数というのが入ってですね、まあ、見たにもちょっと見やすくなるかなと思います。で、あとね、この100%積み上げ横棒でね、やるといいのがですね、ちょっともう一度これはグラフを選択をしてですね、この区分線というのがありますんで、それを入れるともうちょっとこのグラフがさらに見やすくなります。なんで、グラフを選択して、同じくデザインタブのこのグラフ要素を追加というところをクリックをして、この中のこの線というのがありますんでね、こちらにマウスを持ってってってもらって、 区分線っていうのをククリックします、はい、そして今これね画面で分かりますかねここのね区分のとこにこう線が入りましたよねこういった形でそうするとねこの割合がねより見やすくなると思いますんでこの区分線の入れ方もね覚えておいてもらえるといいかなと思います。 まあこういった形でですね、今回は100%積み上げ横棒をね、作りましたけども、この複数の項目があってですね、それぞれのこのデータの割合ですね、これをですね、こう一目でこう見たいといった時にですね、非常に便利なグラフだと思いますんで、ぜひね、このね、作成方法も覚えておいてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。